武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは今回は龍谷大学の生物の勉強について話していきたいと思います。生物ですが、理工学部が90分で大問4題、そして農学部が60分で大問4題となっています。で、理工学部に関しては論述の出題量がかなり多く、まあ、論述練習が重要かと思います。農学部に関してはオールマークシートですね。で、こちらの理工学部の論述に関しては、まあ、100字を超えるような論述が出ている年もありますので、まあ、問題難易度的には、日大レベルの参考書も対応できなくはないのですが、論述の対策もするって点を考えると、まあ、国立向けの参考書など、国立標準問題集、キャンパスなどですね、やっておいてもいいのではないかと思います。まあ、それなしで論述の参考書をやるという手も、あるんですが、まあ、本当に論述だけやりたいっていうこと、でなければ、基本的には、まあ、キャンパスをやっておいた方がいいかとは思います。で、それ以外の問題集に関しては日大レベルで十分対応できるかと思います。で、農学部に関しても、まあ、基礎知識、中心なので、こちらに関しては本当に、日大レベルで十分対応できますね。で、理工学部の、に関しては基本的にその論述がまずどれだけ書けるかっていう点が、重要なので、早めに過去問に触れて、実際どの程度書けるかっていうのを早い段階で試しておいた方が、いいかと思います。まあ、それがどの程度できるかで、かなりそのこのための対策をするかどうかっていう点ですね、がかなり変わってきます。で、割とここ入試が結構早いので、センター終わってからやろうとかっていうふうにやろうとするとですね、論述対策がちょっと間に合わないかなっていう可能性がありますので、まあ、早めにやっておきましょう。で、論述のみを、対策する、場合であれば、大森徹の生物記述論述問題の解放、などでやっておくと、いいかとは思います。はい、以上が、生物の勉強となります。